どうもありがとうございます。理研、まだ東工大の席がございますが、理化研究所の松岡です。私は計算機屋なので、こういう生命科学 の場にお呼びいただいて講演させていただくのは大変光栄で、ただずっと遺伝研のですね、例えばスパコンの調達とかでいろいろご協力させていただいて、私も素人なりにいろいろ勉強していたつもりなんですが、今日はこちらの方で来させていただいて非常に印象的だったのは、いろんなそのデータベースに関して例えばデータがないとなかなか こういうスーパーコンピューターというのはただの箱になってしまうんですけど、でそれは海外においては非常にそれはそのデータのコレクションというのが盛んに行われているんですが、実は日本でもそれはものすごく盛んに行われているということを今日は非常にもちろん結果とかはもちろん存じ上げてたんですけど、いろんなデータベースを皆様が収集され構築されそれを活用されているということで、非常に何ていうかなためになりました。で今日の講演はさらにそれを次のステップに持っていくには、こういう、でっかいマシンを使うとどうなるのというあたりをその可能性を示させていただきたいと思います。で先ほどご紹介がありました通り、私は基本的に情報屋でありまして、もちろん研究としては、ソフトウェアだとかアルゴリズムだとか冷却法だとかいろんなことを研究しているんですが、もう一つの本部として東工大ではずっとツバメシリーズというのを作ってまいりました。で先ほどありましたようにこれは世界のトップランクのスパコンで、今でもそので今下のやつは稼働しているやつですけども、世界一省エネのスパコンだとかそういうことを賞をいただいたり、非常に基礎研究スーパーコンピューターに対する基礎研究というのが、実際のマシンのトップランクのマシンとして具現化してきたというのは、非常に喜ばしいことだというふうに思っております。で実はそのツバメシリーズというのは非常に遺伝系にも縁がありまして、というのはこちらの DDBJ のスパコンというのはもともとの、もちろんこれは設計自身は最終的には遺伝研のワークロード向けにオプティマイズしたわけでありますが、そのジェネシスというところで点ではそのツバメ2の設計図が一番最初にあって、でそれを遺伝研の方々小笠原さんとかさまざまな方々が、それを持って、私もちょっとお手伝いさせていただいて、そのゲノム処理用にさまざまなパラメータを強化しようして実現したのが、今のスパコン で今新しいスパコン その設計調達にもお手伝いさせていただいています。ですからツバメは汎用スパコンですけれども、多分こちらを使った方々は多分いらっしゃると思います。ツバメだけじゃなくてこちらを使っている方々もいらっしゃると思いますが、非常に我々の研究開発してきた技術というのが、こちらの分野でも活躍しているというのが非常に、印象深いというふうに思っています。で最近理研に移りまして、センター長なるものを拝命しまして、それで昔は IX って言ったんですけど、私が移ると同時に計算科学研究センター理研 CCS と名前に変わりまして、そこで計算による計算のための科学ということを推進しております。計算科学というのはコンピューターサイエンスで、計算による科学というのはどちらかというとアプリケーションサイエンスで、それがシナジーして、計算による計算のための科学を行うと、一応私もその理研というのは科学の研究所 でうちのセンターは科学の研究をするというのがミッションなの でその計算するその客体というのは計算であり、ただそれを応用するというのがミッションですので、別にポスト系だけを作っているわけじゃなくて、さまざまな研究をしているわけです。でさまざまな例えばいろんなシステムの研究ではいろんな世界で1位を取ったりとか、さまざまなアプリケーションで新しい目覚ましい科学的成果を上げたりしているわけですが、どちらかというと今までの経緯ではシミュレーションが主体でした。で、シミュレーションといっても、非常に、素晴らしい、これも素晴らしい成果を、実は上げていて、例えばジェネシスといううちの杉田研究員がずっと長い間開発している分子動力学 のソフトウェアがありますけど、こちらは非常に長い間その杉田さん、杉田さんというのはレプリカ交換法のこの分子動力学におけるレプリカ交換法の、創始者の一人ですけれども、特に分子動力学で、アンサンブルをやらなきゃいけないわけですが、そこで その多様性とその収束性を確保するためにそのアンサンブル計算 の, その
レプリカ交換することによってうまく収束性を確保するという非常にうまい方法ですけども、まあ、それをうまく入れてさらにいろんなアルゴリズムを改良して高速化したというのがそのジェネシスで、まあ、非常に何ていうかな、まあ、これオープンソースであるので、もし分子動力学を研究の一部で使われている方はぜひトライしてみてください。これ例えば64ノードって書いてありますけども、これ40コアのジオンのノードなので、だいたい 2000CPU ぐらいでもずっとスケールし続けて、ああいう非常に複雑なタンパクなんかのシミュレーションもできて、しかもその単一のタンパクだけじゃなくて、こういうふうにバクテリア細胞の例えば K ぐらい大きくなると、そのバクテリア細胞質の全原子のその MD 計算とかが今やできたりします。で、まあ、これも最近いろんな目覚ましい成果が上がっていて、まあ、こんなふうに、実際にそのタンパク質同士がこういうふうにインタラクションしているなんていうのが、まあ実際にこうシミュレーションができるわけですが、まあ、これを使って、その今までの例えばプロテインレセプターがあっ て、それに対してこうでこうこうリガンドに対してその合体でそのドッキングするみたいな話がまあよくあるんですけども、そうじゃなくてもう本当にその立体構造をきちんとシミュレーションして分子間相互作用でドッキングするというのが、まあ、実際にもう細胞内でシミュレーションできるような状況になってきたというふうなものが、まあまあ、K でもできますし、ポスト K だとこれが100倍ぐらい速くなるというのが現状です。で、まあ、これはクラシックなシミュレーションなんですが、まあ、私 の、その研究としてはですね、まあ、だんだんそのビッグデータ、まあ、ずっとその私もずっと80年代から AI とかそういう話はずっと細々と研究ではやっていて、それを高速化するっていうのはずっとやってたんですけども、その、まあ、スパコンの研究を進めるにおいて、まあ、ビッグデータというのが出て、まあ、全面的に出てきたと。で、まあ、それにそのアナリティクスの手法として、その例えば機械学習なんかも出てきたと。でそれをいかにスパコンで高速化してそれをアプリケーションにつなげていくかと。っていうのは例えばそのハドゥープみたいなものがあるわけですけども、非常にそれはまあ、あんま速くないわけですね。でなぜ速くないかというと、まず使っているマシンがダサいと、でアルゴリズムもダサいと、インプリメンテーションもダサいと。だから実際のマシンの能力 の何百分の1とか何千分の1ぐらいの速度しか出てないわけです。じゃあスパコンを使えばいいかというと、実はスパコンは非常に確かに速くて高速なんですが、まあ、例えば一度 K とか 使われた方は、例えば阪大の松田先生とか先ほどお話をして大変苦労されてまして、非常に申し訳ないんですが、まあ、普通のスパコンの作り方をすると非常にこういうワークロードにあまり向かないわけですね。まあ、いろんなところでそのハードウェア的にもソフトウェア的にも問題があると。でいかにそれをまあ、うまく融合させるか、つまりそのスパコンのエフィシエンシーと、例えばクラウドにおけるそういうビッグデータの処理なんかをいかに統合して使いやすいけど速いシステムを作っていくかというのが、まあ、研究として、まあ、JST の研究としてずっとやってまいりました。で、まあ、いろんな成果がこれを成果を紹介しているとそれだけで何時間もかかってしまうので、ごくかいつまんでご説明しますと、まあ、例えばグラフ処理というのは、まあ、グラフ処理というのは非常にいろんな分野で使われていて、まあ、もちろんバイオインフォマティクスでも、まあ、例えば先ほど金井先生の話もありましたように、まあ、例えばパスウェイなんかがあると、それの解析というのはまさにグラフ処理になるわけです。でこれがまあどんどん今、例えばソーシャルネットワークだとか、例えば脳における例えばそのシナプスの結合なんていうのをモデル化しようとすると、まあ、むちゃくちゃでかい、下手すると何百億兆点みたいな、そういうグラフが出てくるわけですね。でこれをで普通 のこれをこういうものをその処理しようとすると、当然ながら、まあ、小さいグラフだったら普通のパソコンでもできるんですけど、大きくなってくると歯が立たなくなってくるわけです。で、まあ、それを何とかしようと、大きいマシンで何とかしようと、まあ、そういう時にベンチマークというのが必要になるわけですけども、このベンチマークでそのいろいろ、まあ、どのくらいそのマシン のグラフ処理の能力があるかということを、まあ測ろうというので、まあ、グラフ500というのが出てきました。まあ、これはトップ500というのがもともとその、スパコンのですね、でかいスパコン の、その計算能力をこの測る一つのページのメトリックとして出てきたので、まあ それはどちらかというと、いわゆるフロップスですね、すなわち普通 の、そのシミュレーションの演算能力を測るものだったんですが、これはそうではなくて、テップスといって、どのくらいそのグラフの処理
ていう、まあ、この場合はその幅優先端グラフの幅優先探索をどのくらい高速化できるか、まあ、具体的には1秒間にどのくらいエッジをたどれるかということを、行うベンチマークです。で、まあ、グラフとしてはあの、まあ、自己掃除系グラフである、まあ、クロマネッカーグラフを用いて、で、まあ、このクロマネッカーグラフというのは、よくその、まあ、ソーシャルネットワークなんかに、モデル化した自己掃除系のグラフです。で、でこれをあのそのこの創始者何人かいるんですが、その一人がとあるあのインタビューを答えていて、その彼のインタビューによると、まあ、このグラフ500というのはそのトップ500みたいな従来のシミュレーションベースのスパコンランキングと比べると随分様相が変わるだろうと、で多分そのクラウドとかが上位に来るに違いないというふうに彼は言ったんですが、実は蓋を開けてみると全くクラウドがなくてランキングを見てみるとあんまり変わらないんですね。ではなんでそのクラウドとかがその全然出てこないんだ、どうしてそのあんまりあの実はこのトップ500とランキングの順位は変わるんですけども、出てくるのはやっぱり上位はスパコンばっかりだと、でなぜなんだろうというふうに思うわけです。でそれはなぜかというと、まあ、この一つのヒントとしては、まあ、実は私あの我々はですね、このグラフ学であの我々の研究チームはその我々とは中大の藤沢先生のチームと合同でこのソフトウェア開発、このグラフのソフトウェアを開発しまして、でこれはずっとこれちょっと4とかやってますが、今その7回連続で世界チームになっています。で、まあ、あのアルゴリズムの詳細は省きますが、まあ、これは K の上でやっていて、でこれはあの K の上でずっと世界一を取っていて、これはあの他のより例えばシミュレーションやインパクトではより速いと言われている中国だとかそのアメリカのスパコンと比べても我々の方が相変わらず高速です。でどうしてそうかというと、実はグラフ処理においてはまあ多分あのすぐお分かりかと思いますが、あのグラフ処理ではいくらその演算機がいっぱいあっても全く意味がなくて、どちらかというとデータをこう動かすとその辺をたどるというところが主な操作になる。でその辺をたどるという操作を考えると、それはデータを動かすところですから、データを動かす能力が高いマシンの方が早いわけです。で実際こちら あそこのグラフで、これ65万 のこれはグラフの頂点数であって、これは K の数で、CPU 数に直すと大体50万 CPU ぐらいなんですけども、これで行うと大体あそこ のグレーのちょっと薄いあの濃い青の部分というのがそのノードの中、計算ノードの中のグラフをたどっている時間で、あの薄い青の部分というのがあのその通信をしている、つまりグラフの自分のノードの外側の、辺をたどっている時間ですね。で圧倒的にその薄い色、つまりその通信の部分が大きいというふうなことがわかります。だいたい具体的にはだいたい4分の3ぐらいがその通信にかかります。そうすると通信が速いマシンがいいですし、アルゴリズムとしてはなるべく通信をしないようにその通信の量を減らすアルゴリズムが重要で、まあ、我々は世界で最も通信が速いマシンを使って、でその上で通信をなるべくしないアルゴリズムを作ったので、まあ、世界一に行ったわけです。でこれ例えばクラウドでやりますと、その経度を比べると同じアルゴリズムを仮に使ったとしても、その経度を比べるとクラウドネットワークが大体10倍から100倍ぐらい遅いので、あの薄い部分が10倍から100倍ぐらい遅いんですね。そうすると全くお話しない。ですので、このようなそのデータ、ビッグデータ処理を行うというのは、非常にあのマシンの方も高速でなくてはいけなくて、しかもその高速というのが、そのビッグデータ処理に向いた、具体的にはデータを動かすことが、あの力が非常に大事だということが分かります。で、まあ、我々もその、まあ、こういうのフィロソフィーで、まあ、そのバイオの方々ともそのプロジェクトでいろいろやりまして、例えば東工大の秋山さんが先ほどのビッグデータのプロジェクトに参加してもらったんですけども、まあ、彼はずっとまあ、いわゆるまあ、メタジェノミックスにおけるいわゆるそのシミュラリティサーチをずっとやっていて、で彼 のグループで、まあ、非常にいいアルゴリズムをいくつかバリエーションがあるんですけど、多分ご存知の方多いと思いますが、そのゴーストというシリーズの、非常にその精度が高く非常にかつ高速な、まあ、シーケンスマッチングのプログラムを開発し、で我々がそれをさらにお手伝いして、その並列のでっかいスパコン上で並列化していたということがあります。でこれを使うとじゃあどのくらい速くなるかというと、まあ、これは速くなっても精度を維持しないとダメなんです。まあ、一応秋山さんによると最新のゴーストは、まあ、一応そのブラストと比べても精度は同じなように精度を調整できる。まあ、その際によっても大体CPU 単位で比べると、まあ、大体CPU で比べると、まあ、ゴーストの方が、まあ、
非常に巧妙なそのインデックス、サブサレ、フーを使って、まあ、大体240倍くらい。でこれをさらに、ツバメにある GPU 上で並列化しますと、ワンモードあたり、まあ、これちょっと古い GPU でしたけれども、3GPU を使って、その大体70倍ぐらい速くなると。でさらにこれが大量にあるので、ツバメの場合2400モードあります。これがさらに1000、まあ、全系を使えると1000倍ぐらい。これを全部掛け合わせますと、これはそれぞれ独立しているので、全部掛け合わせますと、大体、まあ、100万倍ぐらいプラス層で、まあ、普通にシングル CPU でプラス層を拡散されると、まあ、100万倍ぐらいの高速になるわけです。で、これが、まあ、これを使って、まあ、でさらにそれを使いやすくするために、さまざまな、まあ、ミドルウェアのその規格の構築も行いました。で、これをこう使うこと、使って、まあ、秋山さん、いろんなところでその共同研究を展開して、まあ、これを全部紹介するのも時間がないですし、どちらかというと釈迦に説法になるので、ちゃんと計画の方でも、ゴーストコアラというのを、ちゃんと実装していて、まあ、いろんなことをやられていますが、例えば一つの成果としては、東京、歯科大と、組んで、石原先生と組んで、口の中のその、きちんとしたその、メタジェネミクスのアナリシスを行うと。そうすると非常に単純なそのタクソノミックなアノテーションを行うと、いろんな状況の、まあ、聞くところによると、まあ、いろんな人たちでそのアノテーションを比べてみると結構バラバラになってしまうんですけども、でもそれは非常にラフなその、タクソノミックなアノテーションをやっていて、そのタクソノミックはそもそもいい加減なのでこういうふうになってしまうと。でそれをちゃんとそのより第一元的にそのファンクショナルなノーテーションでやると実際こうザーッときれいデータが揃うということが、ちゃんと出てくると、まあ、これによって実は もっとそのきちんと第一元的にそのノーテーションというのはファンクショナルなレベルでのことをやらなきゃいけないんだということが分かったというのが、まあ、非常に大きな成果として出ているわけです。で、で次に AI ですけども、まあ、現代の AI というのは、まあ、HPC により復興したということが、言っても、まあ、申し上げても過言ではありません。で、まあ、AI 自身は1960年代ぐらいからずっと、例えば MIT でシーマー・パパートだとか、ミンスキーだとか、そういうあたりがずっとやっていて、まあ、当時はそのいわゆるシンボリック AI で、記号論的な推論を AI に応用したというのが主流でした。であと、初期のニューラルネットワーク、パーセプトロンみたいなのが出て、もう同時に出てきました。でも、両方とも廃れて、で、ところが80年代に日本で、いわゆる iCOT プロジェクトが立ち上がって、でそこでその、いわゆる記号論、まあ、具体的には1回の実語論理をベースとした、まあ、推論マシンですね、っていうのを、作ることを、プロジェクトの目標として、それを実現して、いわゆるその、まあ、昔の方は、ご存知かもしれませんが、プロローグとかですね、そういう例えば言語ができたりして、でそのいわゆるその推論ベースの記号論的な推論ベースの AI というのがずっと流行ったわけです。ところが記号論ベースの AI というのはあんまりパワーがないので、実はあんまり現実に役に立たなくて消えてしまう。すぐ AI の第二の冬が来ました。日本では20年間ぐらいずっと25年間ぐらいずっと記号AI の冬が続いたんですけども、ところが今度そのスパコンがその昔と比べると、100万倍ぐらい計算が速くなったんです。でそうするといわゆるリアルネットワークで80年代だとかその頃に提案された例えば今ヒントとか今そのいわゆるリアルネットワークの応用が提案したバックプロパゲーションだとかそういうもう理論はいいんだけど全く計算量的に大きすぎて使い物にならないような技術が使えるようになった。でそうすると、そういう非常にディープなユーラネットワークは、データをどんどん増えていくと、精度が上がっていく。まあ、従来の学習法と比べても、精度が上がっていく。その代わりデータがいっぱい必要で、かつその分、計算量がいるわけですけども、計算量は確保できたと。で、データというのも、いわゆるレーベルデータが、まあ、ただイメージなんていうのは、どんどん、ただネットでどんどん提供されるかなと。まあ、それで一気にその AI もその可能性が広がって、今の AI 部分が起こったわけです。で今その、
さらにこのネットワークが深くなっていく。例えば今この数十層のネットワークです。これを例えば100層、200層、300層とかもっとより深いネットワークにするとか、より複雑なネットワーク構造にするとか、あとはその実際のデータセット自身が、例えば医療系だと高解像度のイメージ、あの普通のこのイメージネットとかで使っているやつは大体 200×200 くらい画像なんですけど、これは例えば 1600×1600 とか、いわゆる医療系のとか生命系 その高解像度のイメージに対して適用したりとか、でそのデータがいっぱいあったりすると、もうまたものすごく計算が膨らんでしまうんですね。でそうすると、まあ、今までは例えば GPU とかそういうのがあればよかったんですけども、やはりそのこれを、それだけ その複雑さ、データの複雑さ、ネットワークの複雑さ、さらにデータの増加に対応するためには、結局はやっぱりさらなる高速化が必要で、でやっぱりそうすると、さらなるスパコンによる大規模な計算で、AI をドライブしていくしかないわけです。実際その、今 Google だとか、Amazon だとか、マイクロソフトとか、そういうところが AI で席巻してますけど、それをなぜ席巻してるかというと、もちろん非常に賢い人たちが取ってるっていうのがありますが、もう一個は彼らは巨大なスパコンを自分たちで持って、そういう AI につぎ込んでるわけなんですね。で、じゃあ、まあ、今は専門家になりますけれども、サクッと説明しますが、じゃあ、その並列化、今のスパコンというのは、並列化が速くなる。で、並列化が速くするときに、まあ、いろんなやり方があります。で、一番下のレイヤーというのは、いわゆるイントラチップ、インストラクションのプライズですが、まあ、要はそのチップが速くなれば、チップのエンザー能力を上げることによって速くするということです。で、これは、で、ここから上になると、複数のチップを並べて、まあ、そのネットワークで結合して、そのチップ間で並列化をすることによって、高速化する。で、そのときは、まあ、モデルプライズ、データプライズのタイプが、こういう3つの並列性があります。で、モデルパラリズムというのは、並列処理が得意な方は、これはドメインディコモーションとなったりします。すなわち、この1個のレイヤーをこのずっとこういうふうにフォワードプロパゲーションを計算していくんですけど、このプロパゲーションの1個のレイヤーの部分というのを、まあ、これをグチーという形で、こっち側とこっち側で送信していきます。これはモデル並列ですね。で、データ並列というのはちょっと複雑なので、次に説明します。で、タイパラメータサーチというのは、例えばネットワーク、違うページのネットワークを持ってきて、まあ、どっちがいいのということを、探索問題になります。で、これも全て独立なので、これは並列設定は全て独立なので、実はそのニューラルネットワークの その並列性っていうのは、もう凄まじい量の並列性があって、したがってでっかいスパコンを持ってくると、まあ、この並列性に関して言えば、非常に大規模な並列化による高速化が可能です。ただ一つだけ問題があるので、まあ、それを解決する必要があるんですけど、まあ、並列性という意味ではどんどん並列性を増えることができます。ただ問題いろいろあって、例えば一番用いられているのはこのデータ並列というので、このデータ並列は何かというと、このネットワークはネットワークはいっぱいネットワークをそのバックプロパゲーションで最適化していかなきゃいけないんですが、そのバックプロパゲーションで最適化するときに、普通アルゴリズムとしては、統計的な、グラディエント効果法というのですね、ストカスティックグラディエントディセント、SGD と呼ばれている方式を主に使います。で、その SGD というのは、ちょっと詳しい説明をされていますけれども、そのアルゴリズムの特性上、サンプルデータセット、トレーニングセットですね、分割して、後で全部足し合わせて平均化するということができるというような構成です。で、そうすると、まあ、そういうふうに思いつくのは、じゃあ、それぞれサンプルセットをぐるっと区別して平均化するんだったら、その平均化するまでも、このサンプルセットを分割して、同じネットワークを区別して、後でネットワークで平均、ネットワークで一気に通信して平均化するが並列化できるよね、というのがすぐ思いつくので、これをデータ、それはデータ並列化です。で、まあ、逆に言うとやり方としては、同じネットワークを各計算ノードに置いて、でここのデータを違うもの、例えば違う画像、違うその画像をこういうのをそれぞれにこう持っていって、でこういうふうに学習、バックプロパゲーションを行うんです。でもバックプロパゲーションを行うときに、ここのアクティベーションの部分に関して、全体のその、平均化、サメーションと平均化を行うということをやります。で問題はここの部分がむちゃくちゃ重いんですね。ここで今までの HPC、 例えばシミュレーションだと、ここの通信っていうのは頻繁に行うんですが、
1回1回の通信というのは実はそんなに大きくないというのが知られています。例えばとある統計だと、たかだかものすごい回数やるんだけど、その代わり1個1個のこのパケットというのはたかだか10キロバイトとか、30キロバイトとか、その程度のものが多いということが知られているんですが、ところがその機械学習の場合はここの部分が何百メガバイトとか、下手するとギガバイトなんですね。だから一気に100何百メガバイトのデータを通信して、その平均を取ってみんなに返さなきゃいけないということをやらなきゃいけません。そうするとここがものすごいボトルネックとなります。でそれをきちんとその性能モデル化されてなかったので、まあ、ちょっと我々詳しいことは避けますけれども、まあ、我々はその HPC 屋としてそれをきちんとの性能をモデル化してですね、きちんとそれを定量化して、でその実際の平均価格、そういう操作というのがどういうふうに性能に影響するかというきちんとしたモデルを作りました。意外とこういうのはその機械学習をやっている人たちは機械学習の精度とかは気にするんですけど、それがどういうふうに速度で動いているのかというのは全く無頓着な人が多いんですね。なので我々の方は、まあ、むしろシステム屋さんなので、どういうふうなその速度特性を持っているのとか、どういうふうな収束性を持っているのか、そういうところをきちんと、モデル化して、まあ、性能モデルを作りました。でそれがで、まあ、まあそれはいろいろあるんですけど、まあ、一つ性能モデルを作るとできることっていうのは、まあ、どんな分野でもそうですが、その予測的なパワーができるわけですね。つまり今までのことをモデル化するわけですが、そこでシンプルな性能のモデル式だと何が起こるのかっていうことを予測することができるようになるんです。でそうしますと、その今の例えば GPU とかなぜ P が伝わっている機械学習というか、いうと演算性能の高いかというふうに思ってしまうんですが、じゃあもっと演算性能が高いと思うのか、例えばその演算性能を倍にしたらどうなるということをやると、まあ、そうすると例えば学習の速度が半分になる、つまり演算性能の倍で演算が利息だったら、そしたら、まあ、学習速度が倍になる、つまり時間は半分になるみたいな。で例えば NVR とかのマーケティングを見るとすぐに書いてあるんですけど、実際やってみると、まあ、これはちょっとなぜ倍になるかというと、これは性能倍、これが最初測ったので、その2番目というのは性能倍にしたと思います。ところが性能倍にしても、その新しい GPU があって、その性能倍にしてもなかなか 22% しか入った、まあ、これ特定のペースですということがモデル式から分かります。でなぜかなというとですね、実はネットワークが非常に大きな場合ですね、通信の部分で、じゃあここに書いてあるんです。これは性能を倍にしないで、このネットワークの性能、通信性能を倍にする。そうすると、なんと 43% 入るんですね。つまり、演算性能は全く一緒なのに、通信性能の方を速くすると、むしろ機械学習が速くなるということが分かります。で、一番いいのは両方になるので、そうすると 55% ぐらいというのが出てきます。まあ、ここから分かるように、ただ単に、例えばその今、その機械学習、ただ GPU を、GPU を使って、その機械学習を例えばその、まあ、例えばグラフコンボルーションであるとか、それで、例えばその創薬、ただパスウェイの解析で使うとか、いろんな話がありますけれども、それで、単純にその GPU を買ってきて、それを並べるだけでは、実はあんまり速くならないかもしれないということが分かります。特にそのマルチ GPU でトレーニングすると、それが利息になると。まあ、それで、それを解決するために、まあ、作ったのが最新のツバメ3で、まあ、これを見ると箱と線がいっぱいあるように見えますけれども、まあ、箱と線、それは本当で、箱の中を見ても線がいっぱいあります。で、なぜ線がいっぱいあるかというと、要するにネットワークにものすごい金をかけてるからなんですね。で、普通の、例えば普通のワークステーションとか比べると、その20倍から30倍のネットワークで、そこで、まあ、100Gbps のポートを4つ持って、400Gbps のネットワーク速度で、まあ、4つの GPU を駆動するだとか、いろんな工夫をしたマシンを設計しました。で、まあ、最もグリーンになったんですけども、まあ、それはさっておいて、まあ、結局、まあ、いろんなそのハードウェアの工夫がありますが、やっぱりそのプリンシプルとしては、こうビッグデータのをきちんとやると、まあ、特にそのゲノムみたいな、ジェノミクスみたいな処理だと、結局はデータを動かす、データ処理を、データを動かすことによってデータ処理が、これが一番の。そうなんですね。普通のスパコンというと、演算性能ばっかり何フロップ出たかと聞いたんですけど、それは多くの、そのワークロードではあんまり意味がないと思います。むしろ、ここでツバメで例えば作ったのは、この青い線、緑の線、赤い線とありますけど、それぞれの線が、まあ、10ギガとか20ギガとか、その
ものすごい帯域を持つ線 でかつその線がこのいわゆるあのスイッチとネットワークすなわちネットワークでこのある点からある点に行くのにもうあのその全ての通信が同時に起こってもつまりこのように、うん、同時に起こっても、それが非常に高速に通信できる、このようなシーンでしたですね、まあ、こうすることによって非常に、高速なあのただ単にそのフロップスが高くてリンパが速いんじゃなくて実際のアプリケーション特に例えばあのライフサイエンスにおけるアプリケーションで非常に高速なものが作れるとそういうものが確保できたわけです。で今その上でいろんな研究をやってまして、まあ、例えばその G、まあ、これは、まあ、あんまり詳しくは述べませんけれども、まあ、例えばその G あの何をやってるかというこれは何やってる研究かというとこれは国立研と一緒にやってるやつですが、まあ、要はあのディープラーニングとやると例えば高解像度データとかあるとあの GPU のメモリがあふれるよねと。だからそれをなんとかあのこの下の方のいわゆる NVMe すなわちそのフラッシュメモリだとかそういうものにオフロードしてかつ非常にうまくオフロードするとほとんどオーバーヘッドがないようにできるんじゃないかということがあのそういうシステムを作ってまして、まあ、これ実際に成功してオープンソースにしています。そうすると例えばダイナミックプログラミング、まあ、これもあのゲノムでよく出てきますけれどもダイナミックプログラミングだとか、うん、あと例えばその、まあ、これはあのこれはディープラーニングの例ですけれどもこれは非常に大きい画像を扱うような、ディープラーニングですね。こちらにおいてこちらの青い線この青い線まであのこちらの線っていうここの線っていうのが GPU のメモリの中でここがホストメモリすなわち、CPU のメモリを含んだ場合でさらにここはもうアウトオフコアすなわちもうホストメモリもあふれてこれも何百ギガバイトとかじゃなくて下手するとテラバイトというようなそのメモリ空間を要求するようなディープラーニングですけどそういうやつでも、まあ、非常に、まあ、ほぼそのリニア、まあ、もちろん大きくなる上でオーバーヘッドは増えますがあたかもそのメモリが普通に増えたかのような、処理ができるとそういうのが、そういうことが実現しています。で、まあ、別の研究では今度はその GPU を思いっきり増やしていったらどうなるのということでこれはちょっと数学的に面白い話があるのでもっともっと時間をかけて紹介したいんですが時間がないので、まあ、例えば1000 GPU だとか何千 GPU があるトレーニングを実際にやったらどうだと。でさっきその通信の部分がネックになるよというふうなことを申し上げたんですけど実は数学的にもちょっといろいろネックがあってですねでそれをうまく解決しないと実はそのいくらスケーリングしても精度が上がらなくて意味がないという状況になります。でそれを今でただ今これは世の中で熾烈な競争になっていてで例えばFacebook は 500GPU で30分でこのイメージネットのトレーニングですねこのよくベンチマークで使われているこのイメージネットのトレーニングで Facebook は 512GPU で30分でやりましたと。で日本のプリファードは 1024GPU で15分でやりましたと。でバークレーは14分であってテンセント一番最新はそのテンセントが2048で6分でやったと。で我々はその後で述べる ABCI でそのIC を組んで、まあ、4096GPU を使って、まあ、これを抜いてやろうということを今やっています。ちょっと詳しいことは割愛します。で実際にじゃあこういうパワーが意味があるのというと、まあ、これは関島さんこれも遠くの関島さんの例ですけどもこれを、まあ、そういう機械学習、まあ、これはディープラーニングじゃなくて もうちょっとクラシックなディープのクラシックな機械学習ですけどもこれを用いていわゆるそのフィルターのそのコンパウンドサーチをするときにその従来 その MD 法でやるのとこのドッキング法でをやるときに従来 その第一元的にやるドッキングをやらないでその機械学習をそのインタラクションのパターンを機械学習で学習させてやって果たして高速化できるか、まあ、それだけじゃなくて精度が上がるかということを、彼はやっています。で、まあ、ちょっとまあ、いろんなことをやるんですけども、まあ、実際にいろんな例をシミュレーションの方で生成してでそれを、学習、まあ、これはランダムフォレストというアルゴリズムを使うんですがそれをで学習させてそれで、まあ、ランキングするとこれをそのツバメ上でやっています。でそうすると何がいいかというと、まあ、もちろん高速化できるんですけどもでそのこのスコア、まあ、一種 そのメトリックがあってでこれがこっち側に来るとよりいいんですけどでこれがそのシミュレーションでやった時のスコアですね。でこの機械学習を使うとただ単に高速化できるだけじゃなくてより精度の高いドッキングができるということが、彼らが、達成した、成果なわけです。
つまり、まあ、今ではそのシミュレ第一原理でシミュレーションでやるということを申し上げましたけど、その機械学習を使うことによって、場合によっては特に高分子だとか、その生命体だとか、複雑な構造を持っているものは、むしろその経験的思考も組み合わせた方が、より精度が高い結果が出る、こういう可能性を秘めているわけですね。まあ、これは非常に、これ非常に今注目されていて、まあ、これで今、抗がん剤を作るということを、某製薬会社と組んで、彼は一生懸命やっています。で、まあ、こういうふうに新しいそのデータ、その新しい大量のデータが出てきたと。で、まあ、いろんな AI だとかビッグデータの研究所だとか、そういうのはできてきたと。しかし、今何がないかと考えると、この一番の問題点というのは、いわばそのインフラがないんですね。で、少なくともシミュレーションのスパコの時は、いろんなシミュレーションの問題があって、でその基礎研究があって、でインフラが例えば K だとか、ツバメとか、そういうインフラがあって、この三位一体の関係があったので、しかもパブリックなそのパブリックなインフラがあったので進んだわけですね。ところが AI なんてを見てみると、こちらはもちろんいっぱいあって、でこちらも最近だいぶ進んでるんですが、ところがインフラが例えば巨大な機械学習がいたりとか、巨大なビッグデータ処理がいたり、あるいは例えばデータベースをいろんなあるデータベースを統合化して、その上にものすごいアナリティクスをかけたり、そういうことやっても、まあ、普通のスタッフもありますけども、でもそれはさっき言ったように必ずしもビッグデータに向いてないかもしれないし、他の分野と競合しなきゃいけないんですね。で、Google とかは持ってるんだけども、それはまあ Google は Google なんです。なので、そのパブリックなそのビッグデータ AI のマシンを作らなきゃいけないということで、まあ、お隣にあります産総研の AI 研特組んで作ったのが ABCI で、まあ、これはツバメをさらにビッグデータ向けにして、さらに巨大化させて、まあ、AI 用のマシン、AI ビッグデータ用のマシンを作って、でそのいわゆる鶏卵問題、 AI の実情がなかなかないのは、しかし AI を試さなきゃいけなくて、でも AI を試す場がないから実情が生まれなくてと、そういう鶏と卵問題を解決するために、作ったものであります。でこれ2年間で作らなきゃいけなかったので、ものすごい勢いで作ったんですけど、これ東大の、これは今から約、1年ちょっと前、半ぐらい前ですね、その東大 その柏キャンパス第2キャンパスの様子なんですが、でそこにここから数ヶ月後にはこういう状況になって、でさらに、さらにその数ヶ月後にこういう状況になって、で中もこうなって、遅いな。で今は、2年間の間に、日本で一番早い AI 用の、もちろんその日本で一番早いスパコンでもあり、かつ日本で一番でかい AI 用スパコンというのを、1年半ぐらいで作ったと。というのが ABCI です。まあ、いろんな新しい工夫も入れたんですけども、今8月のおかげさまで8月から稼働して、非常にいろんな新しい技術を入れたんですが、うまく動いています。でこういうマシンを作ると、従来のクラウドの IDC と比べると、まあ、特に AI の機械学習に対しては1ラックあたり3つあたりのですね、性能というのがだいたい数百倍ぐらいのものが作れてしまいます。でこれを今、活用して、いろんなAI ビッグデータのプロジェクトというのが動き出しています。で最後ポスト経営の宣伝をして終わりたいと思うんですが、まあ、その経営の場合はシミュレーションが重視だったんですけども、ポスト経営は新たにその ARM のエコシステムでのチップを作り、かつそれが非常に AI 性能などが高速化することによって非常にその汎用性が高いマシンというものができる予定です。で、実際今もうチップはできていてですね。で、非常に高い GPU を超えるようなグリーン性能だとか、Xeon を、例えば Xeon を使っている方多いと思いますけど、Xeon の数倍の性能をチップあたり出すだとか、で、それで Xeon の半分の電力でそれが出るだとか、すごいことになっています。これで、AI 性能も非常に高いと。詳しくは、もしこういうハードウェアにご興味ある方は、ホットチップスという学会で発表されたので、ぜひご覧ください。でですね、もう、物もいろいろできていて、こんな CPU で、こんなパッケージで、で1ラックあたり384 CPU が入ることになるんですけども、全体では、10万ノードで、以上で、1000万 CPU コアぐらいのマシンができます。
メモリも5ペタバイトぐらいあります。でかつものすごいネットワークとメモリが高速なので、かつ山のように並列性があるので、この上で そのライフサイエンスのいろんなさまざまな、もちろんそのゲノムの、ゲノム普通のシークエンシングだとかアセンブリーみたいなベーシックな操作から、この将来的にというかもうすでにできそうなのは、ものすごいでっかいポピュレーションがいて、その間 その例えばもうオールトゥオール のアソシエーション、このゲノム このアソシエーションしたりとか、そういうことがこのマシンだとできるようになります。で、じゃあ本当でかつ ARM なので、今まで のクラスターで動かしていたような X86 系のソフトは ほとんど全部動きます。これ K がそれができなかったので、なかなかライフサイエンスでは使いにくかったんですけど、今回は基本的にはライフサイエンス、今動いているお手元のクラスターとかクラウドで動いているようなソフトはみんなここでそのままほぼとか基本的にそのまま動くことになります。でかつ機械学習も入る。で一つだけ申し上げたいのは、じゃあこんなそんな用途あるのかちょっとということなんですけども、これだけ紹介したいんですが、これ他人のスライドなので紹介できないのと事情があってですね、紹介できないんですけど、これをごく最近ですね、これちょっと日本語のマテリアはこれしかないので NVIDIA のホームページを見ますが、いわゆるゴードンベル賞というのがあって、そのうちのファイナリストのうち6チームのうち5チームがNVIDIA を使っている。でこれがそのごめんなさい消えちゃいましたけれども、まあいいや、その NVIDIA のその GPU を使って、今それは今世界最速のスパコンといわれるオークリッジのサミットというマシンで動いています。でその一番性能を出しているのはですね、実はこちらで一番性能を出してで、どのくらい性能を出しているかというと、2エクサオペレーション、つまり10の18乗オペレーション、K と比べて100倍ぐらいですね、そのぐらいの性能を出しています。で、それに関して、どのアプリかというと、実はそのジェノミックデータのエグゾースティブサーチなんですね。で、具体的なアプリケーションでは、実はこの場合ではいわゆるアメリカではいわゆるオピオイドのオピオイドが非常に問題になっていますけど、オピオイドに対するその感受性をのゲノムを見つけると見つけたいので、で大体1万人ぐらいその患者がいると言われていますけど、その時にもう全てのオールトゥオールの比較を行うということをやろうとします。でこれむちゃくちゃな、当然、すぐ想像できると思いますけど、むちゃくちゃな計算量なんですが、これが初めてこれ可能になったと。でどのくらいで、いろんな話があって、ベクターのちょっとすみません、いろんな話があるんですが、ぜひこれをお伝えしたいので、で、ぜひ興味ある方はぜひご覧になっていいとよろしいかと思いますけれども、先ほどゴミの山という話がありましたが、実はそのゴミの山もこのような凄まじい計算パワーを持ってくると、でその立ててそれで比較が可能、その検査が可能になると、そこからこの宝がきちんと見つかるようになると。でこれによって、彼ら、コンクルージョンのところに行きますけれども、大体、今までと比べると大体3桁か4桁ぐらい その速度向上が図れると。で、これがポスト系になるとさらにもうちょっと早くできるはずなんですが、今の世界最高のスパコンを使うと大体4ミリオンポピュレーションで10ミリオン SNP ぐらい の巨大なデータセットでその特徴のゲノムシーケンスですね、その特徴比較というのがもう可能だと。でそれによって例えばその特定の例えばオピオイドに対する感受性というのを見つけるなんてことが可能になるという時代に今なっています。ですのでぜひですね、データベースをいろいろ今後巨大化して、さっき言ったようにそれこそ万単位何十万単位、その将来国民会ゲノムゲノムをちゃんとシーケンスする制になると本当に100万単位でデータが集まってくると思いますが、今そのような巨大なデータに対してそのスーパーコンピューターというのはそれに応えるだけの能力を持ち続けていると。それオールトゥオールになったのはもうとてもできないだろうと思われるかもしれませんけど、実はその最新のこのエクサフロップ級のマシンを持ってくるとこれは初めて実際可能になります。
ですので、ぜひ我々もですね、先生方 のぜひ分野をブーストするというのが我々の使命ですので、このような可能性をですね、ぜひ模索いただいて、今では考えつかなかったような、AI もそうですけど、考えつかなかったような、というか、考えついたんだけど、こんなコスト高すぎてできないだろうというようなアルゴリズム、こんな巨大なデータを扱いたいというようなデータセット、こんな難しい学習はできないと思うだろうというような、この2つのネットワーク、こういうものをぜひ我々のチャレンジとして提示していただければ、共同研究等でこのようなチャレンジというのが、にお答えすることができるんじゃないかというふうに思っております。はい、どうもすみません、時間をお伺いしました。ありがとうございました。